クラスの委員長気味で積極的に手を挙げそうなランキング第1位、チェルシー所属エンゴロ・カンテ選手です。なんならね、他の委員会もこなすよって感じ。今日の天気は曇りです。また雪が積極的に前からプレスかけてきます。腹減った。いただきます。編集も大体2時間半、3時間ぐらいやって、なんとか終わりました。それではこれからサッカーしに行くので、着替えていきます。いやっ、それでは準備して、行ってきます。それでは、出発、しこう。そういえばバルセロナがアトレティコに勝ち、レアルと少し差をつけて今首位です。ペドリのあの味方をうまく使って侵入してったドリブル、しびれました。やっぱドリブルって技だけじゃなくて、やっぱああやって相手とか味方体の向きをうまく使いながらスルスル抜くのも、やっぱりああいうのもね、できるようにならないといけないと思う。うん、今日はマーキュラルです。Shadow turns to sun rays, and on and on.
汗あまりかいてないからといって冬も水分補給を怠ってはいけません。うわ、ブラボー。ではちょっと敵をイメージしてドリブルしていきます。時間をかけない単発でポーンっていけるように練習していきます。ドリブルで抜くときのこの力鍛えるために片足でジャンプしていきます。たった3本、たった3本。ラスト。ここからここから。おい。なんか忘れてるような気したんだよ。はい、プロテイン持ってくるの忘れました。ちょっと急いで着替えて帰ってゴールデンタイム逃せないんで急いで着替えます。寒い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 。ちょっとバイトまでも時間がないので急いで家に帰ります。んですけど、もう4時31分なんで5時からバイトなんでもう急いでシャワー入って着替えます。こんな時に魔法使ってきます。魔法使うと一瞬で着替えれます。いや、やばい、もう50分だって。
あと10分が始まってるって。みんな時間にルーズな人は持ってないですよ。まあでも考え方を変えれば、何にも追っかけられないよりは時間に追っかけられてるのも悪くないと思います。いやマジでこんなこと言ってる時間ないんだって。それでは急いでバイト行ってきます。終わったので帰りまーす。いただきます。風呂の後の水分補給はマストマッスル。おはようございます。あの後動画撮るの忘れてすぐ寝ちゃいました。なので今これ次の日の朝に撮影しています。まあたまにはこういうことあります。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アスタプランド。